ジュスティーン・ウェナンは、ベルギーリエージュ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで4大,大大会7勝を含む、シングルス43勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス1位で、通算117周在位は、歴代7位の記録である。身長167センチメートル、体重57キログラム。比較的小柄な体から飛び上がって打つ独特な。 片手打ちバックハンドストロークと類いまれなフットワークを最大の武器にした。2002から2006年の選手登録名はジュスティーヌ・ウェナン・アーデン。また2001年全仏オープンまでは日本の新聞一般表記はジャスティン・ヘニンであった。エナンは2歳の時に初めてテニスのラケットを握り、6歳から専門的な指導を受け始めた。彼女はちょうど10歳になった時、 母親と一緒に1992年、全仏オープンの女子シングルス決勝を会場で観戦し、グラフとモニカセレシュの熱湯に深い感動を受けた。この試合を一緒に見た母親は、1995年2月に、ガンで死去してしまい、ジュスティーヌは、不死家庭で育つことになる。14歳の時に、コーチのカルロス・ロドリゲスと出会い、ずっと彼の指導を受けていた。1997年、 ジュニアテニス選手の登竜門と言われるオレンジボール選手権1 5歳で優勝。同年の全仏オープン女子、ジュニアシングルスでカーラブラックを46、64、64で破り優勝。1999年プロ入り。5月に古国のアントワープで開催されたベルギーオープンでツアー初優勝を遂げた。この後、全仏オープンで4大大会にデビューし、 予選3試合を勝ち抜いた後、2回戦で、第2シードの林勢ダベンポートに初挑戦した。エナンが最初に注目を集めたのは、2000年、全米オープンの4回戦進出であった。この時、彼女は3回戦で、人気選手のアンナクルニコワを6から4、7から6で倒した後、次の4回戦でリンゼー、林勢ダベンポートに0から6、4から6で敗れた。二千一年一月、 年頭のオーストラリアゴールドコースト大会の決勝でシルビア・ファリナ・エリアを破りツアー2勝目を獲得する。2001年全仏オープンにおいてエナンはシングルス・ダブルスの2部門で準決勝に進出した。シングルス準決勝では1歳年下のキム・クライシュ・テルスとのベルギー対決に敗れ、ダブルスではエレナ・タタルコワとパートナーを組んだ。続く2001年ウィンブルドンでは 第8シードから決勝に進出し、前年度優勝者のビーナス・ウィリアムズに1から6、6から3、0から6で敗れて、準優勝になった。この一連の活躍で、世界的な注目を浴び、世界トップ10選手に定着する。こうして、エナンとクライシュテルスのベルギー女子に競合が、テニス界を席巻し始めた。2002年11月16日、ジュスティーヌ・ウェナンは、 ピエール・イブ・アーデンと結婚。結婚後は、二つの姓を併用して、ジュスティーヌ・ベナン・アーデンと名乗るようになる。2003年全仏オープン、2003年全米オープン、2004年全豪オープンで、それぞれ初優勝を達成。この3大会では全てキム・クライシュテルスとの、ベルギー対決の決勝を制し、ベルギーのテニス選手として、最初の4大大会優勝者に輝いた。 2004年アテネ五輪で女子シングルスの金メダルを獲得した時は決勝でアメリ・モレスモを6から3、6から3で圧倒した。2004年のシーズンはウイルス性疾患などに悩まされたが2005年の全仏オープンで2年ぶり2度目の優勝を飾り4大大会通算4勝目を挙げる。その決勝戦では地元フランスの30歳マリー・ピエルスを6から1。 六から一で圧倒した。二千六年二千六年の全豪オープンでは、二年ぶり二度目の決勝戦で、アメリモレス元の対戦中に体調を崩し、一から六零から二で途中危険に追い込まれたため、二度目の全豪優勝はならなかった。続く二千六年の全仏オープンでは、二千四年全米オープンの優勝者、スベトラナ・クズネツォはから4、6から4で圧倒し、 大会に連覇を達成する。2006年度の4大大会はすべて決勝に進んだが、全仏以外は準優勝に終わった。2007年から彼女は選手登録名を旧姓のジュスティーヌ・エナンに戻した。2007年全豪オープンを個人的な理由で欠場し、全豪開催期間中の1月23日に、 公式サイトで夫のピエール・イブ・アーデンと離婚したことを明らかにした。この年、エナンは全仏オープンで大会3連覇を達成した。全仏オープンの女子シングルス3連覇は1990年から1992年にかけて3連覇したモニカ・セレッシュ以来の偉業となった。2007年全米オープンでは2002年のセリーナ・ウィリアムズ以来となる全試合ストレート勝ちの 完全優勝を成し遂げた。2008年5月14日、母国ベルギーで記者会見し、シーズン途中での現役引退を発表。テニス選手が世界ランキング1位のままで現役を退いたのは、史上初めての出来事であった。同国のライバル、クライシュテルスも前年の2007年5月に現役引退を発表し、その1年後にエナンが 世界一位のまま女子テニス界を去ったことにより、一旦はベルギーの女子に強豪の姿がテニスコートから消えた。2009年8月には年末にベルギーとドバイで行われるエキシビジョンマッチへの参加のためにトレーニングを再開したことが報道され、この報道から約1ヶ月後の9月22日、エナンガーから正式に2010年の1月からツアーに復帰するとの発表が行われた。 正式なツアー復帰に先立ち、2009年12月6日に母国ベルギーのシャールロアで行われたエキシビションマッチの決勝でフラビア・ペンネッタに6から4、6から4のストレート勝ちを収める。2010年2010年年頭のオーストラリアゴールドコースト大会から現役復帰したエナンは復帰初戦で決勝戦に進み、キムクライシュ・テルスに3から6、6から4、 6から7で敗れて、準優勝になる。それから2010年全豪オープンで、現役復帰後初の4大大会に出場し、4年ぶり3度目の決勝まで進出したが、第1シードのセリーナ・ウィリアムズに4から6、6から3、2から6で敗れて、準優勝になった。3年ぶりの出場になった全仏オープンでは4回戦で、サマンサスとサーに6から2、一から六。 4から6で敗れ、全仏の連勝が24で止まった。唯一優勝のないウィンブルドンでは4回戦で、クライシュテルスに6から2、2から6、3から6で敗れ、この試合で転倒して、肘を痛め2010年の残り試合を欠場した。怪我から復帰した2011年全豪オープンでは、3回戦で、過去16勝2敗と相性の良かった、スベトラーナ・クズネッツォアに4から6、 6から7で敗れた。2011年1月26日、エナンは2度目の現役引退を発表した。エナンは2013年3月に第一子である長女を出産した。2015年3月に再婚している。2016年にベルギー人として初めての国際テニス伝道入りを果たした。フォアもバックもチャンスを逃さない攻撃力があり、それに加えて守備力も 非常に高いオールラウンダー。特にバックのスライスで広いリーチを確保し、そのスライスの質も高いため、攻められてもペースを変えられるというのが大きなアドバンテージになっている。フォアハンドは力強くフラットに叩いてエースを狙うこともできる。また、フォアハンドのヘビートップスピンで相手の攻撃をかわすこともでき、守備力は女子で随一と言える。 攻撃にも多彩なパターンがあり、相手によって使い分けられる引き出しが非常に多いのが、最大の強み。オールラウンドなバックハンドを持っている選手であり、攻めも守りも良く、欠点がなく、全体的な質の高い。グリップは厚いが、フラットのボールを打つことができ、さらにスライス感覚に優れているため、攻められてもイーブンに戻すことができ、ドロップショットも上手い。サーブは、 非常に完成度の高いフォームを持っており、しっかりしたスピンサーブを打つことができる。オープン開口全仏オープン3連覇、モニカセレシュと大記録。全仏オープンを1セットも落とさずに優勝。2回2006、2007全仏オープン40、セット連続獲得2005、2010年間で全てのグランドスラム決勝に進出2006、マーガレット・カーターらも記録。 同じ年に1セットも落とさずに、優勝、2回2007。ビリー・ジーン・キングラと、大記録。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。